フランソワ・レシャンバックは、フランスの映画監督、撮影監督、映画プロデューサー。長編ドキュメンタリー、アメリカの裏窓でセンセーションを巻き起こし、オーソン・ウェルズのフェイクをプロデュースしたことで知られる、放浪の映画作家。日本では1968年の冬季五輪、グルノーブルオリンピックの記録映画、白い恋人たちを、クロードル・ルーシュと共同監督したことで知られる。 1922年7月3日、パリの画商を営む裕福な家庭に生まれる。映画プロデューサー、ピエール・ブロンベルジェの甥。い、スイス・ジュネーブに音楽を学んだ後、彼自身も、偉大なるアマチュア芸術家であり、収集家であったので、絵画のブローカーとして、アメリカでデビューした。レシャンバックは放浪の人であったが、叔父のブロンベルジェにより、映画界に進むよう刺激された。 1950年代の初めに人物内しは軽い散歩であるとかあるいは世界を横断する数々の旅の間に感じられる印象へ捧げられたドキュメンタリー作品の演出に携わった短編第一作はパリキーネドートパ1955年に3本の短編を撮るインプレッションズでニューヨークニューヨークバラードビジジスでパリの3部作はいずれも カイエデュシネマ氏の批評家、ジャック・ドニ・オルバル・クローズがコメンタリーを執筆、ブロベルジェがプロデュース、彼の制作会社、レフ・フィルム・ドラ・プレイヤード社と RTF が制作した、ビジジス・デ・パリの音楽は、ミシェル・ルグラン、ブロンベルジェの、がっちりした、プロデュースワークは、セックス・オクロック、USA まで続く、1956年、短編映画、ノバンブラー・パリ、編集技者ランレネ、 1957年、短編映画、レ・マリーンスを発表。アメリカのエリートの新しい生活スタイルを描いた。音楽は、ジョルジュ・ドルリューがスコアを書き、ナレーションはゼ、ジェラールーリー。1958年に制作され、1960年に発表した長編ドキュメンタリー、アメリカの裏窓は、センセーションを巻き起こした。同年間の国際映画サイパルムドールに、 ノミネートされるものがしたが、1962年のサンフランシスコ国際映画祭では、ドキュメンタリー部門で、金門賞を受賞。脚本、撮影監督、演出を、レシャンバックが行い、ダイアローグを、クリス・マルケルが書き、音楽はルグラン。1962年、長編ドキュメンタリー、ウンカーグロス・コムエで、パリのセネガル人ボクサーを描く、音楽がルグランとドルリュートがコラボし、 バッハやロシーニと共に、レオフェレのシャンソンまでを使用している。ジャンポール・ベルモンド、ミシェル・ムルガンが、カメオ出演。1968年、ポートレート D、オーソン・ウェルズを取り、ベルリン国際映画祭短編部門キンクマショー。オーソン・ウェルズ、ジャンヌ・モロー出演。1973年、オーソン・ウェルズのフェイクを、イラン、西ドイツの制作会社と共に出資してプロデュースし、 また、ジョゼフ・コットン、ピーター・ボグラノビッチらと共に、実名で出演もしている。天才眼作者、エルミア・デ・ホーリーをめぐる、新眼巨術の映画。彼はまた、オーソン・ウェルズのようなシネアスと、ユーディ・メニューインや、アルトゥール・ルービンシュタインのような音楽家、あるいはジョニーアリディー、バルバラ、ミレイ・ユマチュー、ビンス・ステーラーといったポピュラー歌手、ペレや、パスカル・オルメトのようなサッカー選手、彫刻家のアルマン、 ギタリストのマニタス・デ・プラタ、画家のデュノ・ワイ・エド・セゴン・ザック、指揮者、カラヤン、女優・ブリジット・バルドー、と、様々人物を演出した、1993年2月2日、パリ成功の高級住宅地をドセーヌ県、ヌイ・シュル・セーヌで死去、70歳、AB ・フツゴ版ウィキペディア・フランソワ・ライカンバックの、こうの記述より、ありがとうございます。